ボンジュール皆様こんにちは、ブラマニのガクです。今日はですね、こちら、バービーファッショニスタナンバー70の開封レビューを行わせていただきたいと思います。こちらね、ファッショニスタですね。バービーのファッショニスタ。以前はね、高級路線でね、すごく素敵なね、ドール、お友達ドールとか、剣のようね、ドールなんか出てたんですけど、途中からね、お子様向けの廉価版の、シリーズになってしまって残念なんですけどね。またね、以前のようにね、高級路線に戻ってくれたらいいなぁなんて個人的には思ってるんですけどね。で、こちらがね、今のラインナップになっておりますね。結構、種類は出てるんですけどね。それではね、早速、ブリスターの方を開けていきたいと思います。この辺から開けてみますね。もうね、簡単に開けられるのでね、パカッ。胴体と足元がね、紐で留められているので、紐をカットして、で、頭部の部分ですね。頭部の部分、サングラスもね、頭皮につけられているので、カットしていきます。はい、このような感じですね。彼女の付属品はですね、サングラスに、あとアウトフィットですね、グレーのトップスにちょっと花柄のね、派手めのスカート、タイトなスカート履いてるんですけど、こちらはね、一体型のワンピース型のね、アウトフィットですね。で、白いスニーカーを履いてますね。シンプルなね、使い回しできそうですね。彼女のね、ヘアスタイルなんですけど、ブロンドのサイドパーツで、セミロングなんですけどね、クリクリのね、本当に強めのパーマがかけられててね、すごくゴージャスで、美人さんですね。また、サイドパーツのね、片側だけゴムでね、このように留められていて、ちょっと面白いですね。反対側はナチュラルに流されてる感じで、片方だけね、ヘアが留められてますね。で、廉価版のね、バービーさんなので、手足はね、関節はね、肩の部分と、あと足の付け根の部分だけですね。あとは関節がついてない本当の廉価版のバービーさんですね。はい、それではね、早速この子をお着替えさせてあげたいと思います。今回ですね、僕が選んだのはですね、こちら、バービーのね、シルクストーンのブルーの薄いね、水色のドレス、ちょっとシンデレラチックなね、ブルーのドレスですね。こちらですね。綺麗ですよね。プラス、こちらですね、ももこさんのレースの黒い手袋にハート型のね、バッグ選んでみました。日本のガクアミさんがですね、わざわざですね、日本からクリスマスに送ってくださった、バービーのね、靴ですね、プレゼントでいただいたんですけどね、早速こちらのね、靴、使わせていただきたいと思います。すごくね、素敵なんですよ。見えますでしょうかね。こういった感じで、黒いね、ハイヒールに、裏面がね、ルブタンみたいな感じでね、赤く塗られててですね、ゴージャスなね、黒いリボンまでついててね、このね、アウトフィットに似合うんではないかと思ってね、こちら選ばさせていただきました。このような感じでね、早速お着替えしていきたいと思います。このようにね、廉価版のね、うちのファッショニスタのバービーさんにですね、ちょっと高級路線のね、シルクストーンのバービーさんのね、アウトフィットですとか、あとももこさんのね、付属品使ってみたらね、結構大人でもね、十分鑑賞に耐えうるね、可愛いバービーさんに生まれ変わるのでね、ぜひともね、廉価版のバービーさん、やっぱりこういったね、アウトフィットですとか、アメリカ人のセンスだったりね、お子様向けのコレクションなのでね、飾っとくにはなあなんていう感じの、ね、廉価版のバービーさんなんですけど、やっぱりね、ちょっとお着替えさせるとですね、このようにね、結構美しくね、生まれ変わりますのでね、あとヘアアレンジも本当に簡単にね、ちょこっとピンで留めただけなのでね、アレンジしてあげるだけでもね、すごく変わりますのでね、でやっぱりね、学編みさんにいただいたね、このバービーのね、美しい靴ね、すごくね、手が凝っていてね、高級感があって素敵ですよね。今度シルク、多分ねこれね、シルクストーン製のクラシックなバービーさん用のね、シューズだと思うんですよね。なのでちょっと今度はシルクストーンさんにね、着せてあげたいと思いますね。いかがでしょうかね。ももこさんのこういったね、付属品のね、雑貨とかアウトフィットもね、バービーさんと結構着回しが効くのでね、ブライスとかリカちゃんのアウトフィットだとちっちゃいんですけど、ももこさんとかだったら十分ね、バービーさんのアウトフィット似合いますのでね、また逆にね、バービーのアウトフィットをももこさんに着せても結構似合ったりするのでね、是非皆さんね、試してみてください。はい、本当にね、素敵ですよね。はい、それではね、今回のね、バービーファッショニスタナンバー73のね、開封レビューいかがだったでしょうか。もしね、少しでもいいなと思ってくださいましたら、グッドボタンですとかね、動画のコメント欄にご意見ご感想いただけると動画制作の励みになります。また、こちらをブラマニ YouTube チャンネル登録まだの方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録の方もどうかよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画やライブ配信でお会いいたしましょう。ブラマニのガクでした。オーバーボアー